富士山だ。皆さんこんにちは、マットです。今日はね、珍しく神奈川方面を走ってますね。お台場厚木道路、有料道路ですね。今日はね、あの忍者乗りの修行さんっていう方の企画で、みんなで井筒川走り行きましょうということで、僕井筒川ラインは実は1回しか走ったことないんですよ。だからもう皆さんのマッスーの企画にあの参加して混ざってご一緒させていただこうかなと思ってるんですが、ですね、今日の集合場所と集合時間がですね、7時に海老名サービスエリア、または8時半にマツダタウンパークのあそこのスカイラウンジのとこですねに集合予定なんですけど、僕が起きたのが6時半でした。はい、僕23区内済みなので、どう考えても首都高をぶっ飛ばしても30分じゃ海老名サービスエリアつかねえよなーって、起きてからなんか一周回って冷静になっちゃってしょうがない、8時半マツダターンパイク集合だったらまだ間に合うかなと思って、あの急いで連絡して、すいません寝坊しましたっていうあの連絡をし、マツダターンパイクに向かいますっていう連絡を入れ、わーっつって首都高、もう首都高本当走りたくなかったんですけど、節約のためにお金でね、首都高を走ってる時は実は8時45分着とかだったんですけど、ナビのね到着予想時間が、わーこれ15分遅刻かなと思ってたんですけど、意外とね東名入ったらもう混んでるんですけど、首都高よりは流れてまして、一気に今6分巻きましたね。6分前に到着予定です。何もなければ、事故らなければ2輪520円ターンパイク、実は初めて登るんですけど、意外と高いですね520円もするんだ、知らなかった。さあ行きますよ。初めてだ有料の方のターンパイク、楽しみ、初ターンパイク、いやめっちゃいい道じゃないですか。そりゃお金取られてもしょうがねえわ。気持ちいいですね、こんないい道だったとは。ということで、このままちょっとターンパイクを楽しみつつスカイラウンジまで行きたいなと思うんですが、神奈川方面も意外と遠いんで、箱根とかめったに来ないんですよね。静岡方面に用事がない限りは来ないですね。最近はすっかり冷えてきたせいか寒いですね。今日もそろそろツーリングのシーズンが終わりに近づいておりますが、うわー、なんだこりゃー、楽しい楽しい、やばい、なんだ今のカーブ、めっちゃ楽しかったぞよっしゃー、ポルシェ追いかけろ、めっちゃ煽られてたから。あー、なんだそう、ポルシェと遊びたかったな。10分前着です。どっかいるかな。あ、あそこに行った、よいしょ。うわ、富士山だ。まあ、皆さんで伊豆スカイラインを走りましょうってことだったんですけど、志望さんの呼びかけで集まったのが27人っていう超大人数になっちゃったんでね、今からチーム分けをして、僕たちは別チームで走ってます。まあ5人から8人のチームを4つぐらいに分けたのかな、結局それぞれ伊豆スカを走ることになりました。すごいな、27人のマッスーとかもう久しぶりで一緒にまとまって走ってたら絶対収集つかなくなりますからね。さあ行きましょう、伊豆スカイラインです。さあさあさあ、僕まだ伊豆スカ実は2回ぐらいしか走ったことがないんですが、なかなか楽しそうな道ですよね。こんなに近くに
伊豆スカみたいな気持ちいい道があるのに2回ぐらいしか来たことないっていう、そのうちの1回はただ僕通過しただけですからね。おー、あ、ミラー越しに富士山が見えますよ。富士山も見えて、やっぱ冬の方が空気が澄んできてますからね、富士山とか景色もよく見えるでしょうきっと。ということでね、伊豆スカを往復券で買ったので終着まで走ってお昼ご飯を食べに行きたいなと思うんですが、いやーバイク多いねバイク多いですね。さすが休日の伊豆スカイライン、これだけ快晴ですからね、めっちゃバイクも多いわけですよ。あー、いいっすね、富士山が真横にある、いい音。おー、 S1、 おー今落ちてったぞパラグライダーの人、大丈夫か、引っかかってるぞ上に、フェラーリー。あ、僕もともと静岡出身なんですけど、静岡でも西部地方の出身なんで、もう東部地方はほぼ関東だと思ってますからね。確か JR の電車も熱海駅を境に JR 東日本と東海になるので、もうなんかもう東の方は静岡県感がないんですよね僕にとっては。こっちの人から言わせると西の方は名古屋だろうって言われそうな気がするんですが、なんかチーム分けして多分6人ぐらいで今走ってるんで、マス通感がないですね。楽しい。伊豆スカを抜けたので皆さんで今度漁師飯をね食べに行こうかなと思います。で、僕らのチームが27人のうち一番最後のチームなので、僕らが着けば全員無事に着いてるはずです。この辺じゃないですかね。あ、いたいた、多いなー、めっちゃ多い。駐車場から出るのにも一苦労だこれだけ人数がいると。はい、ということで漁師飯のところでお昼ご飯を食べて城ヶ崎海岸へ皆さんへ向かおうと思いますが、多分城ヶ崎海岸で一応解散になるのかな。今から行く城ヶ崎海岸で一応皆さんとは解散になるとは思うんですけど、多分みんな伊豆スカ通って箱根まで行くパターンだと思うので、まあほぼほぼ末通状態が続くとは思うんですがね。いやー、あったかいなー、本当に伊豆の方はポカポカしてますね、いい天気だ。おー、なんかすごい一気に南国感のある道。あ、やばいっすねここ。何ここ、飛び降りそう誰か、やば、怖っこれやべえおーっと危ねえ、あー、たまらねえぜうわー、やべえ、これは怖い、やばいっすね、怖いっすねということで伊豆スカを通って皆さん総勢26名かな、結局26名でしたね、総勢26名で、まあ、結局はグループ分けで小分けして走ってたんで皆さんで走るマス通感はなかったんですが、伊豆の城ヶ崎海岸まで来ましたので、この海岸の絵で今日の動画は終わりたいなと思います。帰りも伊豆スカを通って安全運転で帰りたいと思います。